私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。二宮和也さん、嵐の凄さに感動、感謝。嵐相葉雅紀、主演映画、それが見える森の撮影を振り返る力苦しさを感じたシーンは、嵐の二宮和也が13日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ、ベイストルムに出演。リスナーからのメールに、ありがたい、と喜んだ。二宮和也、嵐を褒められ喜び。この日の放送では、リスナーから、大学のゼミの後輩の男の子が、講師から、メジャーなアイドルを聞かれて、嵐、と答えていた、という内容のメールが届いた。そのメールでは、先生は、後輩くんが男子学生なので、てっきり女性アイドルの名前が出てくると踏んでいたようですが、男女問わずナンバーワンと言わしめる嵐の凄さに感心していました。嵐ファンとしても、とても誇らしい瞬間でした。嵐さん、改めてさすがです、という文章があり、二宮はそのメールを読み上げた後、すぐに、男女問わずナンバーワンと言わしめる嵐の凄さに感心していました。嵐ファンとしても、とても誇らしい瞬間でした。嵐さん、改めてさすがです、と繰り返した。二宮が続けて、男女問わずナンバーワン。ともう一度繰り返そうとすると、スタッフは、リピートはそのぐらいで、と制し、二宮は、ありがたいじゃないですか。と声を張り、乃木坂46、3、とか AKB48、3とかね、言いそうなところを、嵐と答えました、この子は、と喜んだ。さらに話は発展し、ベイストルム、ハマイナーだという話題に、二宮は、多分メジャーな番組ってもっとお菓子とかいっぱい置いてある。飲み物とか、と語り、だって置いてあるものが見たことのない 310ml の水ですよ。と指摘。ここでしか見たことがない、と言い、300ml で良くない、しょう？などと突っ込んでいた。またはその他のニュース。嵐相葉雅紀、主演映画、それが見える森の撮影を振り返る力苦しさを感じたシーンは、嵐相葉雅紀がパーソナリティを務めるラジオ、嵐相葉雅紀のレコメン、嵐リミックス。11月11日深夜の放送回では、9月30日に公開された主演映画、それがいる森の撮影を振り返った。この日、番組には同作を3回見たというリスナーからメールが到着。相葉が雑誌のインタビューで、ベトベトな状態で待ち時間、読書をした、などと発言していたのを読んだそうで、あんなにベトベトとは。撮影の後、落とすの大変でしたか？との質問が寄せられた。これを受けて、あのシーンは大変だったなぁ、と切り出した相葉は、その正体については明かさなかったが、最初はやっぱり温めてくれるんですよ、ドロドロを。温めたやつを全身にブワーってかけて、足りないところに塗り込まれていくんですよ、と説明。最初は暖かくて気持ちいいなから、と思っていたものの、冬の撮影だったためにケラ3分もしたら冷たくなってしまうそうで、相葉は、とにかく寒い。ドロドロは、乾いても拭いたらダメだからさ。タスはありだけど服はダメだから、と撮影当時を振り返った。相葉曰く、時間が経ち、乾燥してくるとベトベトしていたものが、パリパリしてくるといい、あっつ、やばい、パリってる。とスタッフが慌てて、ドロドロを追加で塗ってくれたんだとか。1シーンを撮り終え、次のカットに移るまでに、カメラや照明の位置の調整や動きを確認するため、何十分もかかることから、全身ベトベトの状態で過ごす時間は長かった様子。さらに、あれ、実はセットなんですね。セットの中に森を作ってるんですよ。と、暴露した相葉は、ドロドロじゃないシーンを撮ってても、耳だとか鼻だとか穴という穴に砂というか土が入ってくるんで、それだけでも息苦しさを感じるシーンだった。と、撮影中の苦労を解雇していた。その後、相葉は同映画で共演している子役うるいひろし、ゆんほ、くんについて言及。うるいひろしくんは、相葉の主演ドラマ、和田家の食卓、で、相葉が演じた主人公和田優の幼少期を務め、
今年3月から放送されているエバラ食品工業、焼肉のタレ黄金の味の CM では親子役で共演している。うるいひろしとはあれから結構いろんなところで会うのよと語った相葉はいつだっけな？なんかドラマの撮影、中に誕生日か何かでプレゼントしてお礼を動画でくれたんだけど、ハピーニス、嵐、07年を歌いながら踊ってくれてて、走り出せから音符って言いながら歌って、相葉くん、ありがとう。みたいなお礼を言ってるやつがあるんだけどめちゃくちゃ可愛いんだよ、ね。その動画が、と、うるいひろしくんとのエピソードを紹介。あの子はなんか色々縁がある子です、ね、ともコメントしていた。この日の放送に、ネット上では、それがいる森、楽しかったな。予想以上のドロドロでベトベトだった。あのベトベトのシーン、本当に大変だったんだろうな。ユンホ、呼び、仲良いのかな？完全にパパの歳の差ですね。踊ってる動画可愛いだろう。寝声も交流も素敵などの声が集まっていた。長文読んでくれてありがとうございました。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。